さんに流れている。いやでスライスできてシュート決まった。いいボールやな。鎌田先制点がアウェーの仙台。いや抜群のゴールですね今のは。野沢からのコーナーキック、ニアでそらして鎌田がゴールを決めました。ヘディングシュート。まあ、この辺のセットプレーの精度というのは野沢が入ったことによって、リャンでもどっちも蹴れる。ただこのボールは本当にぴったりですよね。